はい、どうもピロキのダーツ研究所へようこそ。さあ、今日はですね、10時から配信ということで、ですね、ソフトダーツの歴史について今日ちょっとお話をさせていただこうかなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日はですね、この金シャチというですね、IPA ビールですね、あのインディアペールエールというものを飲みながらちょっと今日はお話ししていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、MA さんこんにちはということで始めさせていただきます。あ、チャブさん毎度ありがとうございますということで、さあ早速ですね、ビールいただいていこうかなと思っております。今日はまあダラダラとですね、ソフトダーツの歴史についてちょっとお話をさせていただこうかなと思っております。では飲み物を持っている方は一緒にどうも乾杯。うん、やっぱ IPA ビールはなかなかですね、何でしょうね、独特の味がしますから、ちょっと私は IPA ビール苦手かなと思いますけれども、まあそんな感じでいきたいと思います。はい、まあということでちょっと、はい、平さん初コメント乾杯。はい、ありがとうございます。ベルギービールにビール、ベルギービールウィークエンドなら、ベルギービールウィークエンドっていうのがあるんですね。はい、あ、TA さんこんばんは。今年からダーツを始めたので昔話助かりますということで、はい、では早速始めていきたいと思いますが、ですね、私がですね、ダーツを始めたのが実はですね、大学1年生の時、2003年の時に初めて私ダーツを触りました。ダーツというかソフトダーツをですね、初めてやりまして、一番最初にやったのはですね、ビリヤード場にちょっと親友とですね遊びに行った時に初めてビリヤードもして、ダーツ台もたまたまあったので、そこでハウスダーツを借りながらダーツを始めたっていうのが一番最初のきっかけです。で、そこからですね、まあ飲みに行ったりとか、まあ、遊びに行くときなんかにダーツに行ったりビリヤードに行ったりしながらやっておりました。で、その当時ですね、実は今の漫画喫茶とか、ダーツバーとかでも、まあ、1時間投げ放題とか3時間投げ放題いろいろあるかもしれませんが、昔はですね、全部インコインですね、100円のコインを入れながらゲームをするという風なものでして、まあ、その時ちょっと私貧乏大学生だったんで、空投げをですね、もう本当にひたすら10分ぐらいやって、その合間にちょっと、ね、カウントアップをやったりとかしながら、ちょっとですね、お店には迷惑をかけながらですね、ダーツをちょっと楽しんだりもしておりました。で、全然お金にならない客だったんで、はい、でその当時ですね、ゼロワンゲームね、301点とか501点とか701点から点数を減らしていくゲーム、これあったんですけども、この01がですね、301のゲームが200円します。501も200円だったかな、301100円かな、途中からどうだったかな、まあ、最初はですね、1ゲームするのに200円01ゲームかかりました。701は300円かかったかな。カウントアップは100円でできたので、まあ、カウントアップをやりながらね、本当にもう最後の締めみたいな感じで01をやるみたいな感じだったんですが、まあその当時はカウントアップよりもですね、なんか10ラウンド練習できるゲームがその当時ですね、多分スペクトラム館でそれにあったんで、それをやってたりもしていたんですが、まあ01が200円もする、そう、メドレー1000円かかるんですよ。本当にメドレー1000円かかるんです。クリケットはですね、本当に01が200円、クリケット200円、クリケットは200円したんですね。だから3レグまで行くとですね、まあ、200円、まあ、300円200円300円とかたまにさせられるんですね。だから700円メドレーで飛んじゃう場合もありました。あれクリケット300円だったかな。本当にワンマッチするのに700円600円かかるような時代から始めました、私は。なのでその当時レーティングっていうのがですね、まあ、2003年にダーツライブ社さんがですね、株式会社ダーツライブが始まったみたいで、そこから2004年ですね、私がダーツを始めた次の年ぐらいから
オンライン、ね、カードを通すようなシステムができて、そこからですね、どん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 、ダーツが広まっていたような印象があります。ね、その時に、まあ、ゲームが500円とか700円とかしていたので、まあ、結構な時代だったかなと思います。まあ、その当時はですね、1000点出せば本当にもう神みたいな感じで崇められてて、ですね、本当にその当時 A フラなんて全国で見て10人ぐらいしかいなかったような時代です。まあ、AA なんて本当にもう神みたいな感じだったですね。 A フラも何だろう1000点神、 AA は神、もう A フラでさえもうその、ね、地区じゃ誰にも負けないような感じだったんですけども、まあ、そんな時代がありました。で、まあ、そのダーツライブができる前に皆さんあんまりちょっと聞いたことないかもしれないんですけど、メダリストという会社のスペクトラムというとの、ダートワールド D1 というマシンが、ね、2台があったんですけども、まあ、私はそのメダリストのスペクトラムで始めてまして、でダートワールドさんはですね、おしゃれなダーツバーとか、なんかちょっと敷居が高いようなダーツバーに置いてて、 D1 はあんまりちょっと正直触ったことなかったんでしたけども、その時佐賀に私住んでて、佐賀のホームショップで D1 が入って初めて D1 を触ったような感じでした。あとは何だろう、ですね、タウロスっていうマシンもありましたね。昔聞いたことないでしょうね。タウロスっていうマシンもありました。本当になんか、まあ、チャッチーセグメントってあれなんですけども、そういったものもありました。で、そのまあちょっとダーツフォトダーツの歴史に戻るんですけれども、2004年頃からダーツライブが本格的に始まって、でそれと同時ぐらいですね、ダートワールドさん D1 の機械がですね、今もうなくなっちゃったんですけども、バーンというですね、トーナメント、これをですね2004年から始めた感じでした。でその当時ですね、日本最高峰のダーツプレイヤーは誰かみたいな感じで、バーンが合ってる感じだったんですけども、まあ、その当時はですね、たくさんの有名な強い選手がたくさんいたんですね。まあ、それこそですね、今TV ですね、今で言う TV 福永社長も結構その当時って、今もどこか今ちょっと分かんないですけども、2006年頃ぐらいまではですね、本当にその九州福岡の地区では本当にトップレベルの選手でして、まあ、そういった方たちがですね、今のそのダーツの基盤を作っていく感じかなと思います。はい、でこのバーンがですね始まった次の年ぐらいに、今あるフェニックスですね、パーフェクトの大元なんですけど、フェニックス、このフェニックスの機械が2005年にそのオンラインです、ダーツライブを追っかけるような形で台頭してきました。でその2006年にダーツライブさんはジャパントーナメントというものをが始まりまして、そのバーンを追随するような形でダーツライブの方でもトーナメントを行っておりました、行うことになりました。でそのと、まあ、それを追ってフェニックスの方でもレボリューションというですね、大きな日本大会を始めました。でその2007年にフェニックスの方ではパーフェクトが始まりまして、で同時にですね、ダーツライブ社さんの方ではスーパーダーツ、ね、この、まあ、ダーツライブジャパントーナメントの各店舗、各地域で優勝した1位の人が集まってやるスーパーダーツですね、これもなんか日本最高峰のダーツトーナメントみたいな感じでやっていたみたいです。でその2007年頃ですね、ダーツライブ社さんはですね、天空版というですね、ちっちゃいボードゲームをですね、各ダーツバーで流行らせる作戦をしてたみたいで、皆さん天空版って聞いたことあります？結構昔からダーツやってる方はですね、その天空版聞いたら、天使と悪魔でなんか陣取り合戦するようなもんでしょみたいな感じで、結構懐かしいなっていうような人いるかなと思います。まあ、そういった
ダーツライブ社さんはいろんな取り組みをやっておりました。で、パーフェクトは2007年からずっと続いてるんですけれども、バンさんの方、バンさんの方はですね、2004年から、2011年にバーンが実は終わったんですね。バーンっていうバーントーナメントがですね、その D1 の会社がですね、あまり経営的に良くなかったみたいで、バーントーナメントがですね、2011年を最後になくなりました。で、まあそれなくなったのと、まあ、なくなったのを考慮したのかな。そのまあバーンの代わりにジャパントーナメントが2012年から始まりました。まあ、そのなのでバーンで活躍した選手はジャパンの方に移籍してください。ジャパンの方で試合を出て、でパーフェクトの方は2005年からずっとやってるような感じで、まあいろいろですね、結構その派閥みたいなのがあるんですけども、そんな感じで日本のダーツソフトダーツ業界は、まあバーン、D1 さんとフェニックスとダーツライブ、この3社でやってきたのが、今はその D1 さんがいなくなってダーツライブズとフェニックス2つだけになって今頑張っている状態かなと思います。まあちょっとこんな感じでソフトダーツの歴史ですね、意外とそこまで古くもなくて、まあでも私は2003年に始めたので、その2002年以前のですね、以前もですねダーツ一応あったみたいなんですけども、まあ、その辺はちょっと私よく分からないので、まあ結構昔からダーツやってる方とか、スティールダーツやってる方とかに昔話、まあ、聞く機会があればいろいろと、はい、話を聞けたらなと思っております。はい、シャブさんがなんか天空版っていうのは、そうですね、ガイスターをおさらいした感じです。ガイスターってなんだ。ガイスターっていうものがちょっと分かんないんであれなんですけども、いや本当に忘れちゃったらもうルールイメージなんだろう、イメージなんだったと思う。将棋の歩と飛車でなんか将棋みたいな感じだったかな、ハサミ将棋みたいな感じだったかな、まあ、そういう風なゲームなので、興味があったら天空版調べていただくといいかなと思います。まあ、シャブさん、長島さんに聞けば大丈夫かなと思います。はい、まあ、そんな感じでですね、ソフトダーツの歴史をちょっとお話しさせていただいたんですけども、それと同時にですね、まあ、ソフトダーツはですね、こういった3社あるんですけども、そのスティールダーツもですね、実は3つぐらいありまして、 JSFD というふうな団体と JDA という団体、 JDO という団体、この3つの団体がありまして、まあ、ちょっとスティールの方はですね、私全然深入りしてない、深入りというか外ダーツも全然深入りしてるわけでもないんですけど、ちょっとスティールダーツのことに関してですね、私あまり話せないので、スティールダーツはとりあえず置いときます。はい、でそうですね、まあダーツの歴史を語る上で、まあ、そのやっぱり日本で一番その当時強かったダーツプレイヤーって皆さん気になると思うんですけども、まあ、私なりにですねちょっとまとめてみたんですが、ですね、私2003年頃から始めたんですけども、2003年頃はですね正直ちょっとよくわからないですね。この福永社長も強かったし、ですね、その時の吉永さんという方も強かったみたいです。あとはですね、今も活躍されている木山選手ですねとか、江口選手もそうですかね、あとはもうノリニティ選手とか、何でしょうかね、アフロ選手とかたくさん いたんですけども、まあ、そのあたりはちょっとあんまり私もちょっと記憶が曖昧で、まだちょっとまだ調べてられてないんですけども、ですね、まあ、2005年から6年頃はですね、絶対的に松本大宝選手、ね、福岡の松本大宝、確か山田裕貴さんの山田パンチかなっていうその番組でも第1回目のゲストに出たと思うんですけども、この松本大宝選手ですね、
まあ、ドリー TV さんの方でも挙げられている神コッキングの人ですね。赤いシャツを着て神コッキングをやってる人です。確かあれは何だっけ、バーの大会だったかな。そのマトリックスっていう機械があるんですけども、そこであの2連続ブラックを出して試合に勝ったっていう動画ありますので、まあ、その松本大洋選手はですね、2006年頃までは、2005年2006年は松本大洋選手がナンバーワンじゃなかったかなというような気がしています。でちょっとあのこれ書いてるうちに時間が来たので始めちゃったんですけども、で2007年ですね、パーフェクトが始まった時に優勝したのがこの星野光政選手ですね。炎の皇帝、ね、炎帝三政、星野光政選手がパーフェクトでは第1回目の、ね、初年度のチャンピオンです。でバーンではですね、おそらくあの江口雄二選手ですね、江口選手が、まあ、バーンとかスーパーダーツかな、スーパーダーツとかバーンとかで勝ってたので、まあ、星野選手か江口選手が2007年頃は強かったのかなと思います。で2007年から2008年までは星野選手がもう本当に独壇場みたいな感じで強かったです。でそのあたりからですね、あのバーンの方で、ちょっと今は亡くなられていないんですけれども、橋本盛弘選手ですね、あの通称アニーさん、ね、緑のシャツを着て結構ガタイがいいアニーさん、アニーさんが2008年頃からガーッと台頭してきまして、そこからですね2011年まで結構ですね活躍されてた感じですかね。でそれに追随するような感じで2009年にパーフェクトの方では山田裕貴選手がですね現れてきて、まあ、その2009年にはパーフェクトの方で年間ランキング1位を取っております。でまた2010年にはですね、星野光政選手がパーフェクトを返り咲きをしまして、まあ、11年まで、次の年まで連覇をするような形で星野光政選手が強かった感じですかね。で2012年になってまた山田裕貴選手がですね勝ち上がパーフェクトで優勝しまして、次の年も山田裕貴選手が勝ちました。で、まあ、そこからジャパンの方になるんですけども、ジャパンの初代の優勝者は村松春樹さんであってるのかな。で村松春樹さんが勝っておりまして、で次の年が鈴木武尊選手、13年、ね、鈴木武尊選手がジャパンの方で優勝したような形になっております。で2014年がですね、実はその、まあ、前年度優勝の山田裕貴選手がですね体調不良で出なくなっちゃって、まあ、茅野真澄選手が年間ランキング1位を取るような形になります。でこの時確か2位がですね浅田聖吾選手だった気がします。はい。で14年のですね、こっちの武尊選手の次がですね、野毛俊平選手ですね。野毛選手が2014年では優勝しました。あれジャパン初代勝美さんでしたっけ。春樹さんじゃなくて勝美さんですね。なんか春樹さんの印象が勝美選手ですかね。はい。ちょっとジャパンの方は勝美さんスーパーダーツじゃなかったかな、まあ、そんな感じでした。はい。で14年が野毛選手で、でパーフェクトの方はですね、15年から浅田聖吾選手がずっと19年までですね5連覇するような状況になってて、まあ、2015年ぐらいからも浅田聖吾選手が日本を代表する感じで日本ダーツ界を引っ張ってるような感じですねになっております。で2015年に優勝、ジャパンの方で優勝したのがですね、野毛選手の次が、そう、私ダーツライブジャパンの公式ホームページでこのですね、ランキングは一応調べてて、春樹さんが12年のチャンピオンだった気がします。はい。で15年のジャパンは粕谷進さんですねが15年に優勝しております。で2016年にまたっていうか鈴木武尊選手がですね優勝しております。確か2016年、ああとんでもないです、大丈夫です、春樹さんでしたね。はい。で16年にまた武尊さんが
勝ちまして、ワールドも確かこの辺りで勝ってたような印象があるんですけども、13年でしたら、13年か、この13年の年にワールドでも鈴木武宏さんが勝ったような気がします。まあ、パーフェクトの歴代勝者とジャパンの勝者となんかワールドの優勝者みたいな感じで並べると結構面白いような感じになるので、ちょっとこのダーツの歴史について今ライブ配信でダラダラと話してるんですけども、ちょっと動画でまとめていっても面白いかなってちょっとこれ書きながら思っていました。はい、で次に2017年にまたここでですね、村松選手が2017年に優勝しております。で18年に今強い大城正樹選手ですね、大城正樹選手が19年も連覇をするというような感じで、今のそのずっと見てきた中でのランキングになっております。はい、でこうやってパーッと見た時にですね、私はなんとなくなんだけども、星野選手のちょっとタイプはちょっと分かんないですけども、松本大砲選手はおそらく B1 っぽい感じなんですね。この人あの綺麗な形してるんです、なんか B1 っぽい感じなんですね。まあパラレルタイプの選手、星野選手どうかな、ちょっと分かんないや、星野選手ちょっと分かんないですけども、まあ江口選手は A2 タイプですよね。でこの後でパラレル、星野さんパラレルっぽいけどな、分かんないや。で8連から橋本選手ですね、橋本選手はクロスタイプっぽいですね、クロスタイプで、ヤンマー選手はパラレルタイプで、クロスと出てきた感じで、勝美選手もクロスタイプなんですね、 A1 タイプで。でこの辺りから2010年ぐらいあたりから、まあ、クロスタイプが勝てるようになってきた感じがしますけども、そうですね、ここまでがクロスタイプか、パラレルタイプでクロスタイプで、ジャパンの方はですね、あのパラレルとクロスが行ったり来たりしてるんですけども、まあ、そのパーフェクトの方はですね、ずっとクロスっぽい感じが強いですね。まあ、その当時一番強かった選手のフォームを真似するっていう人がですね、あの結構多くなる時期なので、まあ、例えばその江口選手がめちゃめちゃ強かった時は江口選手のフォームをみんな真似するような感じ でそれに続いてパラレルタイプの選手がどん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 出てくるような感じになったのかな。でこの鈴木武宏さんなんか実は江口雄二選手のフォームを参考にして自分のフォームを作っているっていう話も聞いたことがあります。今はあれですよね、大城正樹選手も浅田誠吾選手も、まあ、クロスタイプなで、しかも、ね、関西圏大阪ですね、今大阪が一番強いような感じになってるんですかね。で昔はなんか松本大砲選手がいたりとかしたので、九州はダーツが強いみたいな感じだったですね。そう、なんかタイプにもですね、あのトレンドがあるんですね、京さん、そう。まあ、やっぱりその当時強い方のフォームをみんな参考にしてやるんじゃないですか。なのでそういう風になるかなと思うんですけども、もうやっぱ今はですね、こういったそのプロの試合をしている動画、プロのフォームをですね、インターネットで簡単に見れるような時代になったので、まあ、結構タイプはバラバラに分かれてくるのかなと思います。まあ、なおかつですね、ソフトダーズバイブルがですね、いつ相場したのかな、このソフトダーツバイブルの方がですね、いつだこれ、創刊したのが、いつだこれ、
ソフトダーツバイブルの創刊が、誰か分かる人いないですかね。誰か分かる人いる。はい。まあ、2000、いくらか、2000。そうですね、この辺り2011年ぐらい、2010年ぐらいから創刊されることによって、そのフォースタンス、フォースタンス理論っていうものが、皆さんに何となく認知され始めて、その自分に合った投げ方っていうのは4タイプあるんだっていう認識が増えた形で今時代が進んでいるので、まあそんな感じでタイプにはトレンドがあるけれども、昔よりかは偏らずどのタイプもちょくちょく出てくるような感じではあるのかなと思います。はい。さあということで、今日用意してきた話の流れはですね、こんな感じでした。ソフトダーツの歴史についてちょっとダラダラと喋ろうかなというような形で動画をライブ配信させてもらったんですけども、まあちょっと皆さんのご質問とか何かなければ、今日はですねちょっと30分ぐらいで終わりにしようかなと思っております。はい。まあ、またですね、このソフトダーツの歴史とか、まあ、その時代に強かった選手とかの動画をですね、ちゃんとした形で撮って出すのもいいのかなと思います。はい。さあということで、まあ 今週お盆休みもあったりとか、まあ、私自身もそのちょっとお休みを取って気力も体力もですね回復して、ダーツに対するモチベーションも、そのパーフェクトの今日岐阜大会が再開する予定だったんですけども、それがなしになっちゃって、で9月の大会もほぼなくなっちゃったっていうところで、結構ですね私自身も、まあ、少し気持ちが緩んじゃって、ちょっとだけダーツデトックスをしようかなと思って、まあ、金土日とですね、金土か金土日かな、今日含めてちょっとダーツとは全く関係ない感じでちょっと久々ですね過ごしました。なのでまた明日からですねちょっとダーツのモチベーションも上げて、動画のモチベーションも上げて頑張っていこうかなと思います。はい。ということで、皆さんからのコメントが特になければ、はい、これで終わりにしようかなと思います。はい。今日は30分と短い時間だったんですけども、終わりにしたいと思います。ではまたですね、今週から動画バンバン上げていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、明日休みの方も、ね、連休が始まってフリーな1週間なる方もたくさんいるかなと思いますが、体調には十分気をつけてお過ごしください。では皆さん、おやすみなさい。さようなら。